こんばんは、ももたんです。今日はハートキャッチの DCD 以外のカードを紹介していこうと思います。で、まあ私みゆきちゃん専門なのであんまり持ってないんですけど、まあ、ざっと見ていきましょう。かわいいですよね。2人の靴下とローファーが欲しい。でこちらがキラキラトレーディングコレクションです。じゃあまあ全部揃ってるわけではないんですが、まあざっと見ていきましょう。いやー、やっぱねたまらないですね、これは。ハートキャッチのファンの皆さんの気持ちがわかります。かわいい、たまらない。これがキラキラトレーディングコレクション2です。あー、つぼみちゃん、いやーこりゃいいわ、すごい、すごい、すごい。いちき様、ゆり様、ダークプリキュアです。コッペ様で、これがキラキラトレーディングコレクション3。おお、やばい。あえてコメントは控えさせていただきますが、ね、ちょっと息が荒くなってしまいますね。はい、こんな感じです。最後にこれを紹介しましょう。スポーツタオルです。かわいい。でもう一つ変身前のやつがあるんですけど、ちょっと見てこれ、つぼみちゃんのパイオツ。フレッシュプリキュアの皆さんに勝るとも劣らぬ発育ぶり、すごい。でもみゆきちゃんのために我慢我慢。あ、これ見て、足やっぱり1年に1回も出会えるかどうかっていうようなグッズですよ。偶然手に入れることができました。というわけでハートキャッチのカードとかグッズを紹介してみました。エリカマリンさんをはじめハートキャッチ好きの皆さんに喜んでいただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。